4月15日伊予郡砥部町の東海道ゆとり公園などで第34回砥部焼祭りが行われました。砥部焼祭りは毎年春と秋に開催されていて、2日間かけて行われる春の砥部焼祭りでは恒例の大即売会が行われます。初日のこの日は開会式が行われ、結婚20周年で直婚式を迎える夫婦に砥部焼などが贈られました。会場は2カ所に分かれていて、第1会場は砥部町東海道ゆとり公園、第2会場は砥部町商工会館で行われ、このうち第1会場では砥部焼の大即売会やろくろ体験、絵付け体験などが行われました。大即売会ではおよそ100件の窯元からおよそ10万点の砥部焼が出品され、通常の2割引きから3割引きで販売されました。また次期創業240年を記念し、会場では好みの砥部焼のカップや器を選んでスイーツなどが楽しめるカフェが設置されるなど、さまざまなイベントが行われました。春の砥部焼祭りは15、16日の2日間開催されます。15日は朝の9時から夜9時まで、2日目の16日は朝9時から夕方5時までやっています。砥部焼が通常の 2、3割引きで買えるだけでなく、大抽選会なども行っております。今年は240周年のイベントとして様々な催しが行われます。ぜひお越しください。お待ちしております。来場者は会場いっぱいに埋め尽くされた砥部焼の中からお気に入りを見つけようとじっくり品定めをしていました。